らの大好きなアジアをもっと深くもっと楽しく、ダイナミックに変化を続けるアジアの都市は何度訪れても新しい発見がいっぱい。隠れた名店、地元の人気スポットから最新のトレンドまで、リピーターも見逃せない情報をまとめてナビゲートします。アジアナビはソウル、釜山、台北、香港、上海からプーケット、ベトナムまで、アジア各国の現地情報サイトナビ .com と提携してお届けするプログラム。今回はバンコクナビとのコラボレーションでお送りします。初めて訪れた人もリピーターもみんなこの国が大好きです。サワディカーバンコク。バンコクは高層ビルの間をスカイトレインやバイクが駆け抜ける東南アジアきっての大都市。でも通りを歩けばそこには旅する人をホッとさせるローカルな味わいがまだまだ残っています。おしゃれで人懐っこい天使の都の魅力をとことん味わいましょう。ナビゲートしてくれるのはバンコクに魅せられて4年前から暮らしている小泉さやかさん。小泉さんと共に注目の最新スポットへいざ出発。バンコクに来たからにはやっぱり食べたいコテコテのローカルフード。とはいえおざなりにお店をチョイスしてはいけません。地元の人たちが詰めかける活気のあるお店を狙ってみましょう。例えば王宮の近くにあるこのお店。お客が口にするのはまずアロイの一言。注文は続々。パッタイティップサマイは常に老若男女が席を埋める人気大衆食堂です。パッタイとはタイ風焼きそばのこと。そんな素朴なメニューでこれまで数々の賞を受賞。それほどここのパッタイ特別なんでしょうか。地元の人たちが太鼓判を押す噂のパッタイがいよいよ運ばれてきました。パッタイが運ばれてきました。じゃあまずこの一番スタンダードなパッタイからいただいてみたいと思います。中にはお豆腐と卵、ニラともやしが入ってますね。あと干したエビも一緒に入ってます。味付けはちょっと薄味のあっさりしたパッタイです。麺が脂っこくなくてすごくもちもちしてます。ティップサマイのパッタイはコシのある麺の食感が人気。勢いよく強火にかけて炒めソースや具を絡めます。とにかく時間との勝負なんです。まさに炎の料理人。お兄さんのフライパンさばきを見ているだけでお腹が空いてきます。スタンダードなタイプと並んで人気なのが麺を卵でとじたパッタイタマダー。普通のパッタイとの違いはエビとエビ味噌が一緒になって炒まっているので色がちょっと赤いことです。パッと見ちょっと辛そうに見えるんですけどそうではなくてこの赤い色はエビ味噌の赤い色なんですよ。ちょっといただいてみます。すごく甘いんですけどこれ砂糖の甘さとかフルーツの甘さじゃなくてエビ味噌の甘さです。麺も普通のパッタイと違って乾燥したセンチャンという麺を使って
ているので、すごくコシがあって噛み応えがあります。次はパッタイソンクルアン、上に乗っているのがまずこの大きなエビとカニの身をほぐしたものとイカの燻製とマンゴーですね、まだ熟す前の青いマンゴーで、中を見てみると麺がですね、春雨なんですよ。これすごく珍しい、多分ここだけです。生のマンゴーが入っているのですごくさっぱりしててサラダ感覚でいただけます。次はこの大きなエビをいただきます。身がすごく引き締まってて、エビの身自体の味もそうなんですけど、周りがエビ味噌でコーティングされてて、より一層エビの旨味が味わえる感じです。さすがは人気店、シンプルなようで一品ごとに工夫を凝らしています。それでも最高の褒め言葉はやっぱり美味しい、アロイの一言。アチェナビ、アチェナビ、オッケー。